さあ、それでは今日のゲームハイライトで振り返っていきます。この3連戦は巨人が2勝して迎えた第3戦です。立ち上がりの大島非常に落ち着いてましたね。そうですね、ストレート良かったですよね。またコントロールも良かったと思いますね。立ち上がりは3人で切って取ったという大島のピッチングでした。一方のジャイアンツの先発はエースの菅野です。ランナー2塁1塁と攻め立てて4番の角中、追い込まれてからしっかりとジジイさん捉えていきました。追い込まれてましたけどね、こうインコースの球を内側から出してナイスバッティングですよね、逆方向に。角中の先制タイムリーツーベースヒット1対0。さらにはレアード、ランナー2塁3塁と変わってここもきっちりと犠牲フライを打ち上げました。まあ、何か犠牲フライ狙いにって打ったんじゃないかというような当たりでしたね。もうそうですね、本当にいい仕事ですよねこれはね、はい、初回2点を奪った千葉ロッテマリーンズです。ゲームは3回の表です。ここはワンアウトランナー1塁、見逃しの三振、ズバッときました。外いっぱいのストレートです。松原三振。さらに2アウトランナー2塁1塁となって亀井、この当たりジジイさん改めていかがでした。まあ、打った瞬間ね、行ったと思いましたけどね、打球がこう戻ってくるような感覚がありました。フェンスの手前、マーティンが掴み取って3アウト。なんとかしのいだ小島のピッチングでした。そしてゲームは3回、先頭の荻野、止まって綺麗に回転してというホームランでした。さらに1点追加、3対0とします。その後マーティンのセーフティーバント、誰もいない三塁線。いや、よく狙ってましたね。そうですね、ここから手につながりましたからね、はい、大きいプレーでしたよねこれもね。その後ワンアウトランナー1塁と変わって今日立ち台、角中のレフトポール際への結果的にはツーベースヒットになります。今日は角中ここまで2安打ツーベース2本、あわやホームランかというようなツーベースヒットでした。ワンアウトランナー2塁3塁となってまたもレアード、今度は高々と左中間方向に打ち上げた犠牲フライです。これで4対0、菅野から4点を奪ったロッテ打線です。3回途中でエース菅野降板ということになりました今日のゲームです。そしてゲームは5回、2アウトランナー1塁3塁、ここもジャイアンツがチャンスを迎えます。勝ち投手の権利を得るためのピッチングですが、小島、最後はインコースいきましたね。 GD さん、このインコースのまっすぐ素晴らしかったですね、はい。そして6回です。岡本に対しては全て変化球で空振りの三振。その後ワンアウトランナー1塁でここは中島をサードゴロ、ダブルプレーに打ち取ったという小島のピッチングでした。そして6回の裏、先頭レアード、この1点1本がじいさん振り返ってみると大きかったですね。大きかったですね、完璧なホームランですけどね。今シーズン第16号はレフトスタンドへのソロホームランでした、レアードです。これで5対0となります。そして7回、今シーズン最長イニング7回のマウンドに上がった小島です。ランナー満塁として亀井はデッドボールです。押し出しのデッドボールで5対1。その後4番の岡本、ここで井口監督出ます。2番手小野文也にスイッチ、変わった小野は岡本にフォアボールを与えて、またも押し出し5対2。少しずつじいさん流れが変わり始めるんですよね。そうですね、まあ、巨人の意地を見ましたよね、ここはね。さらに坂本ライトの前に落とします。2人帰って5対4、ジャイアンツついに1点差まで来ます。なおも2アウトランナー2塁1塁、中島ライトへ、ライトはマーティン回した。ジャイアンツ後変球、ストライク返球が来ました。岡本ホームタッチアウト。ロッテはリードを保った状態で7回を終えます。そして8回です。
8回のマウンドには唐川ではなく佐々木千早、ランナー3塁に置いて最後はジリーさん超えましたね。いやこれしびれましたね、このガッツポーズでした。1点リードを保って最終回です。守護神は増田、坂本勇人の当たりはライト前進、前に出てきました、よく取りましたマーティン、何度もマーティンが救ってくれました。5対4接戦を制した今日の千葉ロッテマリーンズです。